つまで待たせるの？まもなく閉館時間になります。機体の大作パンツァードラグーンツバイをさまざまな形から紹介するマスターファイル、オープニング CG、 ゲーム画面のムービー紹介など盛りだくさん。おまけにタイトルバックの BGM まで聞けちゃうよ。それではエピソード2、帝国と他国の戦場を疑似体験してみよう。空中ステージと地上ステージの選択画面が出てきたら、どちらか見たい方を選んでね。
舞台は主人公の住んでいた町とゲームが進んで後々戦っていくことになる敵が今まさに町を襲って、じゃあドラゴンが初めてそれらの敵に対峙して戦い出そうと。まだレーザーの吐き方も未熟で、主人公は、まずはその強大な敵に対してはなすすべもないと、絶望感を味わうような戦いになってしまうというところでエピソード1が終わります。主人公とドラゴンはエピソード2の、戦場にいわばコリゴリして戦いのないところに行きたいということで森の奥深くに入っていくんですけども、そこで帝国軍に、また偶然遭遇してしまいまして、また戦闘に巻き込まれてしまうと。ボスは生物兵器ですので、基本的に生物兵器が吐く弾である生物弾、生体弾と呼んでるんですが、生体弾っていう攻撃と、あと大きな特徴としまして、背中に、ボスの背中に装着されてますブーメラン状のものを飛ばしてくるという攻撃をしてきます。あとはボスの体から、発射されます地雷のようなものですね。これが主人公とドラゴンの目の前で爆発して、その爆炎に巻き込まれるとまたダメージを受けてしまいますので、この3つの攻撃に気をつけてほしい。森の面を抜けまして、主人公とドラゴンは今度は地下の洞窟のようなところに迷い込んでしまいます。実はこの地下の洞窟のようなところは、9世紀時代に作られた、9世紀の巨大なプラントなんですけども、主人公とドラゴンにとっては 何の機能を果たしているのかは全くわからない。3面のボスが、動物であるゴリラのような形だったのに対して、言ってみれば魚の形をしたボスになります。水の中に潜ったり出てきたりという動きをしながら攻撃を仕掛けてくるんですけども、水の中に潜られると主人公とドラゴンの攻撃も届きませんので、少ない攻撃チャンスの中でどう戦うかっていうのが一つのポイントになると思います。普段は前作と同じように、前作のドラゴンでも入っていましたロックオンレーザーっていう通常の攻撃はいつでもできるんですが、それに対してよりエネルギーが高まってそれを一気に吐き出すという状態、そういう一種のボムのような使い方ができる状態にドラゴンがなることができます。バーサクはどういうふうに使えるかといいますと、体力ゲージの上にもう一つのゲージがありまして、このゲージでバーサク状態になれるかなれないかというのが分かります。このゲージがいっぱい溜まっていればいるほど長い時間バーサク状態を発揮できると。で、じゃあこのゲージがどういうふうに溜まるかというのは、基本的には敵を倒すごとにどんどん溜まっていきます。皆さんいかがだったでしょうか。春休みには遊べると思いますので、ぜひ楽しみに待っていてください。パンツァードラグーンツバイをよろしく。